お疲れ様です。おおおお、ハゲだ。どうもこんばんは。今日帰り道ペッカリーのチャンスでなんと訓録勝った模様、ありがとうございます。9600円勝ちな。転換印が上がってきたぞ。うわハゲ、うまい。1時間の実戦でピック3発ありがとうございます。稀勢の里引退について頑張ってくれた彼は。ニート落ち、茶坊主みたいな立ち回りしてしまったわ。うまうま。ゆうさん、なんでええじゃろう、別に。いやしくも勝ちを拾いに行ったんだろう、わしは。もうやめる、棚100枚ぐらいで、やめやめ、5000円だし、カチカチってこう、ダダって逃げたね、俺は。還元してくれや、めっすい兄弟やで。めっすいの、なんとでも言ってくれ。今はゆとりを作る時代ぞ。 A タイプ打ってたら負けねえんだよ基本。稀勢の里返してよ。返してと言われても嬉しくなったの。じゃあ何か AT 打ってメソメソしょったらええんかい、わしは。負けたんごって、つらんご、つらみとか言おったらええんかい。10ターン食らいましたとか言って、それは無理な。ほうよ、マジ俺正気の差だと思わんけどな。今の時代に AT 機打ち寄るやつらとか、とてもじゃないけど班長やで俺、地下の正気の差だとは思えんがね、わしはって。避暑地に行きてえわ。最初に言わして、 S やめろ、 S やめろ、大丈夫ですよ。安いやつは S やる資格なし。なんで念願のお前ら増田先生のこの扇子を手に入れたぞ、ついに俺は。着眼3000円なり。ガシャガシャが来そう。サビタ行くか。新手一生、いや着眼です。今日の晩飯はですね、カレーがあるんで家の、それのためにこう砂糖のご飯とチーズインハンバーグ単品を買ってきた。着眼じゃなかった、主眼だ。手に目って書いてるわ。オケマル水産格好ばっか。うちもカレーだったよ。まだあるじゃろ、さすがに。うまそう、うまそうだぜ。ポテチは、ポテチはですね、あれですね、ポテリッチ、絶品マシュ味ですね。あとあとベビーチーズですね。カレーの辛さ甘口、俺は中辛が好きですね。辛口は辛すぎるし、甘口は甘すぎる。絶妙な中辛が一番いいんですよ、人間。そんなもんだろう。ポテ返し。くっそ。辛口が好き。辛口もね、まあ悪くはないんだけど、今日は早い。新車はまだない。今台車です。ついにまだ俺のワゴンハルちゃんは天に召されました。17日に持っていきました。で多分どうするんだろうな、あれ売るんかな、あれ売りはせんか、さすがに売れんだろうな。
今までありがとう、ほんと大体だろ、うん、もう廃車だよ。だって20万2000キロだからな。ワゴンの里も引退。東南アジアに行くよ。ほんと？いや、行かんだろ。ブラジルとかロシアに。潰す機械のやつ。あれか、あの、クシャってやる。なんで経営にこだわるんて。維持費安いし。どうせ独り身だし、別に乗せる人いないし。軽でもいいもんね。でっかい車運転しにくいし。俺運転下手だからさ。でかい車運転したくねえんだよ。自動車税も安いから、まあその辺も考慮をしてますよね。こんばんは。K は事故が怖い。大丈夫大丈夫、俺 K でボコボコ事故を起こしてるけど死んでないから。なんでこうなるもんだ。エアバッグが出たらどうにかなるから。呼び名が K のやつになる。ならない時もあるだろう。じゃあならん時もあるかもしれんけどさ。過大評価。事故で早死にしそう。いや、それからはあれ何歳やったかな。22とかか。いや違うな、セリカの次だったからな。20歳ぐらいか。その時に俺は重大な事故を起こし、そっからは軽微な事故しか起こしておりません。まあでも後ろから追突したんとかあったで。5台玉突きの後にも俺追突したことあるからな。教訓を生かせてない。非常にね、まずいよね。で今はそっからはもう事故ほぼないな。ようやく次の免許更新で一般に戻れる模様。ボコスカ事故起こしてるね君。いやもうないから。芸能人だったら違約金1億。1億、つらみ。オービスにもかかったことあるな。あれはきつかったな。正面衝突もしたろ。正面衝突なんかしたことねえよ。あるわ、正面衝突したわ。仕事に行く前にあの峠であったわ。ごめん、ありました。で仕事遅れたっていう。ひでえ。こんばんは。あれは何年前ぐらいだろう。4年ぐらい前かな。イノシシもあるし。正面衝突は普通に対向車のドカッと。メスおじこんばんは。どうもこんばんは。スーパードライ車のこりゃ。では意外とね、早い時間からやってるんで、ちょっとゆっくり雑談でもやりませんか。サミタでも回しながら。たまにはスロジッキ。スロジッキはね、ちょっとね、厳しいんだよね。なぜか。
たまには S やってよ。やめとけ S ボー、処刑されっぞ。こうやってサビタやったらやったで S やれとか言われるね、矛盾がね。楽するな、楽したい。たまには面倒なだけだろう。クライマックス寝台がなんか入ってんじゃないの。寝台打たせてくれや。F14 で将棋マージャンやってよって。将棋やったらやっとったな俺それ。マージャンはいいわ。